ダビデに槍を投げるサウル。ギュスターブ・ド・レガ、サウル HWV53 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1738年に作曲し、翌年上演されたオラトリオ。聖書のサムエル記に見られるサウルとダビデの逸話に基づく。カリオンやハープ、三大のトロンボーン、特大のティンパニなど、珍しい楽器を使用することでも知られる。台本は後に、 メサイアの台本を書いたことでも知られるチャールズ・ジェネンズによる。サウルの作曲は即筆で知られるヘンデルにしては難航した。作曲はジェネンズと意見を交換しながら行われ、自筆原稿にはおびただしい添削の跡が見られる。サウルの完成後、すぐにもう一つのオラトリオであるエジプトのイスラエル人の作曲に取りかかっている。曲の途中に多くの気楽曲が挿入されている。 特に三幕の早々更新曲は単独で演奏され、実際の葬儀にも使われることがある。三尾四480番にも収録されている。カリヨン、またはトバルカインと呼ばれる、鍵盤によって演奏される鐘が導入された。実際にはこの楽器は、鍵盤付きグロッケンシュピールの一種であり、ヘンデルが発明したものではないが、当時のイギリスには存在しない楽器だった。 トロンボンは特に早々更新曲や新月祭のシーンなどに使われる。ロンドン島からは特大のケトルドラムを借り出したが、この楽器は通常のティンパによりも1オクターブ低い音が出た。ヘンデルはしばしば自作の中に旧作や他人の作品を流用したが、この作品でも自作の鳥をそなたの他に、ヨハン・クーナウの鍵盤曲やフランチェスコ・ウリオの、で、デイムを釈用している。 1739年1月16日に、ロンドンのヘイマーケット国王劇場で初演された。初演の後もしばしば再演されたが、手が加えられ、有名な早々更新曲が加えられたのは1741年であった。ペリシテ人のゴリアテに勝利し、神を称えるイスラエル人の合唱から始まる。合唱は盛大なハレルヤコーラスで終わる。将軍アブネルは、戦いの英雄ダビデを イスラエル王サウルに紹介する。サウルはダビデを自分の家に住まわせ、娘と結婚させるという。サウルのこのヨナタンはダビデを大いに好む。サウルの長女のメラブは生まれのいやしいダビデを嫌うが、次女のミカルはダビデを愛する。カリオンの響きに乗せて、イスラエル人はダビデを歓迎する歌を歌うが、歌詞のサウルは戦を殺し、 ダビデはマンを殺したを聞いたサウルは侮辱されたと感じて、怒る。ミカルはダビデに盾事を引いて、父の怒りをなだめるように進めるが、ダビデの歌も、サウルの怒りを沈めることはできない。サウルは槍をダビデに投げつけ、ダビデは逃げる。サウルは、ヨナタンらに、ダビデを殺すように命じ、ヨナタンは悩む。ダビデを逃がすミカル。ギュスターブ・ドレガ・ヨナタンは密かにダビデに会い、メラブが、 アドリエルと結婚したことを告げる。ダビデは、高慢なメラブには構わず、ミカルを称える。ヨナタンはサウルに向かって、ダビデが国にとって必要な人物であると主張する。サウルもダビデを殺さないことを誓い、ミカルとダビデの結婚を認める。ダビデとサウルは一旦和解する。ミカルは、ダビデとアイノに住所を歌い、その後、オルガン競奏曲が演奏される。サウルは再び、 ダビデの命を狙い、ミカルはダビデを逃がす。同役がダビデを捕らえにやってくるが、ダビデの部屋の寝台には、二姿が置かれているだけだった。メラブは、今や、義理の兄弟となったダビデを大切に思うようになり、来たる、新月祭で、父が残虐さをあらわにすることを恐れる。新月祭の場でサウルはダビデを殺そうとするが、ダビデはその場に現れない。ヨナタンはダビデが、 ベツレヘムの父の家へ行ったと告げる。サウルは怒り、自分を裏切ったヨナタンに向けて、槍を投げる。エンドルの魔女が、サムエルの霊を呼び出す。ギュスター・ブドレが神から見放されたサウルは、変装して、エンドルの魔女のところへ行き、預言者、サムエルの霊を呼び出してもらう。サムエルはかつてサウルが、アマレクジンを撃った時に、神の言葉に背いたために、 神はイスラエルをサウルから取り上げて、ダビデに渡したのだと答え、イスラエルはペリシテ人の手に落ちるであろうと伝える。ダビデのもとにアマレク人がやってきて、ギルボア山でのペリシテ人との戦いで、サウルとヨナタンが死んだことを伝える。自殺しようとして、死にきれなかったサウルに頼まれ、このアマレク人がとどめを刺したのだった。アマレク人本人はダビデにとって良い知らせを持ってきたつもりだったが、 ダビデは、主が油を注いだものを手にかけるとは、何事かと起こり、従者にアマレク人を殺させる。早々更新曲の後、合唱と、司祭、メラブ、ダビデ、ミカルによってサウルとヨナタンを悼む歌が歌われる。司祭は嘆きを止めさせ、サウルが失った王国はダビデが取り戻すであろうと、宣言する。イスラエル人たちの合唱で曲を終える。ありがとうございます。